はい始まりました「行列のできる税理士相談所」こんにちは税理士の今野です食欲の秋テレビなどでもおいしいものを紹介する番組が放送されておりますけれど年を取るとこれといって食べてみたいと思うものはありません明日生きるために食べるこんな感じで食事をしている今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか 原宝寺のジジイ砲弾、近藤先生、今日もよろしくお願いします。はい、こんにちは、近藤です。よろしくお願いします。えー、どうですか、この食欲の空き、なんか食べたいものってあります特別ないですね。ないですよね。これ、うん、年取るとどうなんですかね、これね。そうですね。なんかもう、食いたいものとかっていうのはないですよね。まあ、若い頃はね、結構あれ食いて、これ食いて、みたいなとこはありましたけどね。うん、まあ。 バブルの時なんかあれですよ、あのえー、中,華あ中華じゃないや、じゃああの焼肉食いてっつったら、じゃあ韓国行くかみたいなね、はいはい、中華料理食いてっつったら、じゃあ香港か台湾かみたいな、そんな感じの時がありましたですね、あの頃もあも、当時あれなんですよね、あの土地の重化っていうのがありましてね、はいはい、不動産売った収益に対しては、90何ぐらいの税金取られちゃうから、はいはい、不動産会社の人はね、 みんななんかあの、税金で持ってかれちゃうんだったら、あみんなで外国行って遊んでくれべみたいな感じでね、そ,でねそれでよくそんなところを行ってましたですわね。その時代に若い時期を迎えていたわれわれは幸せなんですね。そういういことですよねさて、今日は、えー、CM の後確定申告における医療費控除制度について説明します。 当節、税金は復興特別税だの、えー、消費増税だのと取られるだけの情報が多い中少しでも税金を還付、戻すための情報を皆様に提供できればいいかなと思っております。えー